はい、今回はですね、まあちょっとこれ以前からこういうラジオあるんですけど、まあちょっと気にはなってるラジオなんですけどね。エルパ朝日電機ですね。エルパ朝日電機のラジオなんですけど、まあスピーカーの形をしてるんですね。まあここにある形状なんですけど。まあ、機能自体はまあ AM、FM というので、まあ、2バンドのラジオなんで、まあ、別に短波が聞けるとか、エアーバンドが聞けるとか、そういうわけではないんですけど、まあ、普通の AM、FM ラジオなんだけど、形状がちょっと、変わってますよね。スピーカーの形をしているというので、まあ、普通こうラジオというと横に長くて、まあ、奥行きがあんまりないという形状が多いと思うんですけど、まあ、据え置き型のやつですね。これは横幅はまあそれほどでもなくて、奥行きがすごいあるので、まあ、アンテナを伸ばす FM の場合はしんどいかもしれないですけど、まあ、AM の場合はロッドアンテナ伸ばさずに中のフェライトバーアンテナで受信しますから、まあ何でしょう、本棚とかですね、そういうところにまあ置くとかいうのにはちょっと向いてるんじゃないかなということと、まああとこの奥行きがあるんで、まあどうなんでしょうね、これはちょっと聞いてみないとわからないですけど、なんとなく音が良さそうな気がしません？この見た目で。まあ、本当見た目だけなんで、ね、それだけでちょっと判断するのはあれですけど、この見た目だと、なんかちょっと音がこう厚みがあって良さそうな気がしないこともないんですけど、まあ、そういう意味でちょっと気にはなりますよね。どんな音なんだろうというので。まあ、店にこれ現物があればまあ聞けるんですけど、なければね、まあこれ買ってみるしかないんで、まあ YouTube の動画で誰かね、どなたか上げてたとしても、まあそれはね、実際そのものの音じゃないですから、そのスピーカーのから出てる音をまあそのスマホなりカメラなりビデオカメラなりで撮った上での音ですから、まあそれは実際の音じゃないんで、まああんまり参考にはならないんで、まあ現物聞かないと仕方ないんですけど、このラジオですね、まあ型式が ERSP39F ということなんですけど、まあこれも今までちょっとお話ししてきてるように、この形状昔からあるんですよ。で、昔のやつはまあ結局その FM の、補完放送に対応してないよと。まあ、上限が 90MHz までだから、95まであたりに拡張したやつが、まあ、新モデルで出て、これはですね、さらにここに書いてあるんですけど、デジタルチューナーということで、DSP 化をしてきたと、いうことなんですね。もともとね、まあ、ここにある形状ちょっと角張ってますけど、前から見た時にもうちょっとこう丸い形だったはずなんですよね。それが補完放送非対応なので、角張った形状で補完放送に対応したと。で、まあそこまでは私も知ってるんですけど、その後なんとここも他のラジオに漏れず、デジタルチューナー化を図ってきたと。いうことで、まあ、モデルチェンジとしては、2回あるわけですよね。FM の補完放送に対応と、そして、DSP 化というので、まあ、今に至るということなんですけど、まあ、あとラジオスピーカーの1台2役ということで、まあ、後でお話ししますけど、これ外部入力ができるんですね。なので、まあ、スマホをつないで、まあ、ここから音を出したりとか、まあ、あとね、テレビのイヤホン端子から音を引っ張ってきて、まあ、この手元で鳴らすというように、まあ、どうしてもね、その年を取ってくると耳が遠くなってきますから、まあ、そういう時にこの、まあ、手元スピーカーとしても使えるよというので、あと電源がこれ2つ対応してるんですね。結構ね、単に4本で結構
重たくはなりますけど、まあこれ持ち運ぶラジオじゃないので、まあそれは構わないと思いますね。あと AC アダプターはまあ別売りですけど、まあそれも使えるということで、まあ手元スピーカーとして使うんであれば、まあ電池だとなくなっちゃいますからね、まあそういう時に AC アダプターで済むのはいいのかなというので、まあそういう用途も考えられているのだろうとはまあ思いますね。はい、でですね、エルパ朝日電機のサイトのラジオのカテゴリーを見るとこういう風になってて、まあいろいろあるんですけど、ここにスピーカーラジオというのがあって2つ載ってます。このニューって書いてあるのが、さっきのこれですね、このワイド FM に対応して、かつ、このデジタルチューナーというのが、これです。でもう一つこの生産完了品っていうやつがワイド FM には対応してるんだけど、DSP ではないという、まあ、完全アナログのラジオがこっちなんですけど、完全アナログのラジオがこれですね。型式が ER の 19F というのでちょっと小さいですけど、まあ、見た目の形状はあの DSP 版と一緒です。あの若干ねこの前の表示があの英語になってたりするんですけど、新しいやつはこれ日本語になってたりしますね。あとですね、これがまあこっち側があの分かりやすい図なんですけど、アンテナが上に立ってて、これね真上しか出ないと思います。ここ見てもらうと分かりますけど、だから横に振ることはできないですね。真上にしか出ませんから。で、まあパワーランプがあって、でまあ、電源を入れると光ると。に選曲つまみなんですけど、まあ、ちょっと独特ですね。 FM と AM が兼用になっているということで、あのバンド切り替えスイッチっていうのがこれないんですよ。あのこのスピーカーの形をしてるんで、まあ、普通据え置き型だと先ほどお話ししたようにこの横に長いんですよね。そうするとまあバンド切り替えスイッチ、まあ、横ってまあ、横っていうか前面とかあと側面に持ってくれるんですけど、まあ、これちょっとスピーカー型という形状上、スペース的にちょっと足りなかったんかな。だから1つのつまみで、AM と FM を兼ねると。あ、違いますね、すいません、ここありますね。 AM、FM 切り替えスイッチというのがこの真ん中の、中央にありますね。でつまみが、まあ、こういう形で、まあ、兼用というかつまみとこの指標が一体化してるというような感じですね。だから、これで言うと FM がこの上側で、AM がこの下になるかなという形で、ちょっとねここの表示が変わってますね。で、音量調節つまみが、まあ、ここにありますよというので、一番下まで絞るとオフになる、まあ、電源、音量兼用タイプというの と、まあ、あとスピーカー型してるんですけど、ちゃんとこのイヤホン出力端子もあるので、まあ、イヤホンで聞くこともできるということと、あと裏にですね、まあ、ここバッテリーなんですけど、単2が4本入ります。だ結構がっつり、いきますね。で、ここが DC6V の端子というので、これセンターこれプラスになってたんかな。AC アダプターは付属しませんので、まあ、別途用意する必要がありますね。でここにですね、この外部入力端子があります。まあ、先ほどお話したようにスマホとかあとテレビとか、そういうところで、まあ、ケーブルを引っ張ってきて、まあ、ケーブルも付属しないんでしょうけど、この手元で、音を鳴らすこともできるという点がまあ優れてるのかなと思いますね。だからまあ単にラジオだけじゃなくてスピーカーとしても使えますよというところで、なんですけども、はい、ちょっとねこの旧製品と新製品をちょっと比較してみました。旧製品というのは型式が ER-19F で、ここにもあります通りこの生産完了品なんですね。あの今も売られてます。あのアマゾンとかにもあるので、まあ、買えるのは買えます。生産は完了してますけど。で新型がこっちの右側のですね、型式が ER-SP39F と、いうことなんですが、この2つ、まあ、なんか若干色が違うような気がしますけど、まあ、それ以外は一緒ですね。まあ、前面の表示がちょっと、まあ、日本語になったというのはあるんですが、あとスピーカーの枠ですね、この辺りもちょっと違うのかな。はい、
でですね、ここ見てもらうと、はい、高さ170で横幅が150で、奥行きが105、これは一緒なんですね、両方とも一緒です。で重量が550と540ですから、まあ、新型の方が若干軽くなってはいるんですけど、まあ、誤差の範囲ですね、ということで、まあ、DSP になりましたねというのが、ここかな、この左右下にありますけど、デジタルチューナー内蔵でというのが、書いてあります。だこっちがまあアナログで、まあ、こっちがデジタルということなんですけど、で、まあ、受信周波数も525から1630とか、まあ、若干違いますけどね、こことかで FM は両方ともこの76から95なんで、まあ、補完放送に対応ということです。でまあスピーカーもですね、出力 1W、まあ、ここちょっと何も書いてないですけど、こっちと一緒ですね、直径 80mm、 8cm で8オームの 1W というので一緒なんですが、あと電池もそうですね、単にアルカリ電池、まあ、4本別売です。こっちも単にアルカリ電池4本別売ということで、AC アダプターも 6V 300mAも、まあ、これも一緒ですね、センタープラスですね、ということなんですが、重量もこう書いてありますね、電池除くのが428だ、550というのは電池入れたということなのかな、パッケージかな、パッケージの重量かな、この540というのは、こっちは415なんで、まあ、軽くなりましたよと、電池除いて比較すると軽くなりましたよということで、あと、あ、これついてますね、先ほどないと言ったかもしれないですけど、付属品、3.5mm の、これ3メートル、結構長めですね、1本スピーカー用とかな、これですね、ついてますね、3.5mm、ミニミニ、ケーブル3メートルが1本付属してるんで、まあ、そのままこうスピーカーとしても使用できるということなんですけど、これ良くなってるだけかというと、すごい悪くなってるところがあるんですよね、これはもう、まあ、分かっててやってるんでしょうけどね、仕方ないというか、この旧製品、こっちですね、左の方、アルカリ電池の単に4本でスピーカーの時にですね、電池持続時間なんですけど、まあ AM からいきましょうか、AM スピーカー使用時、こっちですね、ここ、310時間持つんですよ、単に4本でね、新しいのを見てください、スピーカー使用時で AM100 時間ということで、3分の1になってるんですね、3分の1、うん、まあこれはちょっとエルパの短波ラジオのところでもね、お話ししたと思うんですけど、すごいね、この電池の持ちが3分の1はちょっとすごいでしょ、 310AM 聞けたのが100時間しか聞けないと、3分の1以下ですよね。で、FM の方は280、まあ AM よりもちょっと短いんですけど、280来てたのが、これ100時間になってるんですよね。すごいね、この、まあ3分の1以下にガクーンと、下がってしまうということで、まあ、他の部分は一緒ですよね、電池一緒で、スピーカーも一緒なんですけど、その DSP のチップってそんなに食うんですかね、電池が。まあもともと100とすれば、まあ 90% とかね、まあ、10% 落ちますとか、まあ2割落ちて 80% になりますとか言うんです、やったらまだあれなんですけど、この3分の1ですからね、 30%、 33% とかそこまで落ちてしまうというのは7割減ですからね、
これはちょっと、まあこの2つをのラジオ旧製品と新製品を見たときに、まあ、両方とも店に置いてあって同じ値段でどっちか買うって言ったら、いやーこれ旧製品買うかな。まあ生産完了ですけど、まだ売ってますからね。いや新製品になってしまう、全部新製品になってしまう前に、まあ、生産完了なんで新しいのはもう作られないと思いますから、まだ在庫があるうちに旧製品を買った方がいいんじゃないかなという気しますね。これだけ差があるとですね。でまあイヤホン仕様はまあこっちの方はちょっと書いてないんですけど、まあ、こっちの新型は180/180なんですよね。ただスピーカー使用で100時間に対してイヤホン使用で180というのはちょっとこれも悪いですね。だからまあスピーカーじゃないんでしょうね。結局まあ DSP のチップで電力を食ってるから、まあ、別にスピーカーで鳴らそうが、イヤホンで鳴らそうが、まあどっちにしろね受信はしないとダメですから、やっぱりそこで電池食っちゃってるんでしょうね。これはいかん。はい。で、ちょっと表にまとめました。こっちが旧ですね。新です。はい。型式 19F と ASP39F で、アナログと DSP です。はい。電池が単に4本。ここ一緒です。スピーカーが、8センチ、8オーム、1ワット。まあ、ここも一緒ですね。ここですね、スピーカーで M がこの310時間だったのが100になっちゃったと。FM で280時間が100時間になっちゃったというので、ここの黄色いところにありますけど、新型は旧型の 32.3% しか、聞けませんと。AM はですね。FM の方は280が100になったんで 35.7% しか聞けませんというので大幅減です。はい。で、まあ、イヤホンの方はこれ記載なしなんで分かりませんけど、まあ、180/180というので、スピーカーで100に対してイヤホンにしたところでまあ倍持たないということですよね。これはどうですかね皆さん。これちょっとこんなに減るんですね DSP で。まあちょっとこうまあリンク Amazon の貼っておきますけど、まあ、両方ともまだ売ってるんですよ。でまあこの旧型の方はまあレビューがそれなりに数ついてるんですけど、新型の方はないんですね。で、値段がですね、新型と旧型比べると旧型の方がかなり安いんで、まあ同じ値段で売られててどっちか買えって言われたら、まあ DSP も気にはなるんですけど、まあ電池持ちを考えたら旧型を買うかなと思うんですよ。まあデザインのこの銀色の枠がどうしてもいいっていうんであれば、まあ新型になるでしょうけど、まあ大して変わんないと思うんでね、旧型に行くかなと。値段が一緒だったらね、旧型に行くかなと思うんですけど、ましてやこっちの方が安いんですよ。こっちの方が今安いんで、いやそしたらなおさら旧型買うんじゃないかなと思うんですけどね。まあでもどうでしょう、この、まあ、そういう見方で細かく比較して買うようなまあ商品じゃないというか、まあこのラジオがまあね2万円3万円するんであれば、まあ新型と旧型の差をこうじっくり比べたり、まあ今回の動画のようなねことをまあするんでしょうけど、まあね2,000〜3,000円のラジオでまあここまであんまり比較する人もいないのかなとはまあ思うんですけどね。ただまあ今回のようにこうよくよく比較してみるとすごい差があると。比較しなかったらね、新型だけのスペックを見て、あ電池4本いるんだと、まあ
入力できるんだと、 AC アダプターも使えるんだと、FM、AM なんだ、ワイドも対応してるんだ、まあ、スピーカー使用時間100時間、まあこんなもんだろうなと思っちゃうかもしれないですね。こっちの新型だけを見た場合はそう思っちゃうかもしれないですね。まあ普段そのラジオのスペックなんかそんな見ないですからね。普通ラジオまあそんなね台数いらないんで、100時間って言われて、ああ100時間も持つんだすごいやんって思うかもしれないですね、人によっては。でもまあそれなりにちょっとラジオの電池をどれぐらい持つか分かってる人とか、あとまあ別にラジオじゃなくてもその電池を使う製品ですねというのを知ってると、単に4本も入れてたった100時間かいというようにうんと思いますよね。でまあ調べていって、あ旧型あるじゃんというので、まあさっきのあれですよね、まあこう、まあ、エルパンのところに行くと分かりますから、あ生産完了日あるじゃんというので見て、比較してみたら、まあ、300とか280とかやと、すごい下がってるやんと、あこれあかんと、こっちやとなるのかな、まあよくわかりませんけど。はい、ということで、今回はですね、このエルパの、スピーカー型のラジオですね、まあこれの新型と旧型、こうちょっと比べてみてですね、まあデジタル同調、これですね、同調方式、デジタル同調にはなって新モデルになったけど、電池寿命は3分の1になったということなんですね。まあこれはもうどうなんでしょうね、エルパの人からしたら、あやっぱりまあ別にエルパって言っても自分ところの工場でこれ作ってるわけじゃないでしょうから、やっぱりあれなんでしょうね、部品の供給とかそういうところにちょっとやっぱり不安があるんでしょうね。スペック的には旧型でいいと思うんですよ。これあの FM ワイドも対応してますし、まあ今のところ何ら問題はないとは思うんですけど、ただまあやっぱりね、まあ、将来的にこの旧製品をまあ維持できなくなるかもしれないと、まあ、自分のところで作ってないんで、まあ、結局はその中国のまあ、どこかのね、組み立て工場頼みですから、まあ、そこがもうダメですと言ってこられると、まあ、その時にまたねバタバタして、新モデル、を用意しなければならないということになると、また型式作って写真作ってとか、いうことになるんで、まあ、まだ若干余裕のあるうちにもうこのアナログモデルを完全に廃してしまって、まあ、チップと、まあ、部品の供給が、まだ今後もね、確実だろうと思われる、まあ、この新型へ、まあ、早く切り替えたんだろうということですよね。型式もなんか ER19F なので、まあ、29F にしたらいいんですけど 39F で、まあ、さらにこの SP とかちょっとこうね、つけてるところに、まあ、無理やり感がありますけど、まあちょっと電池の持ち、まあね、まあ、まあ電池の持ちがね同じであれば、まあ DSP にしてもいいかなと思うんですけど、やっぱそこを測りにかけて、ね仕方なかったんでしょうね、一言で言ってしまうと。電池ウォッチ悪くなって、まあそのね訴求ポイントとしてはなくなってしまうけど、まあ、それよりも、ね、その製品を供給し続けないといけないというので、まあ、そっちを取ったということなんでしょうね。はい、以上です。